よし。ね。おい。あ、金丹よーい。待ってろよ、ご飯。地上最強コンビ。囚われのご飯を救え。で行ってくれ。急げ孫悟空。ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだよな。木が見せてくるのがわかんな。
くぞ。いい風だ。こんな島に村があったんか。でっけえ橋だな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだ。どうやって尻尾をつかむかだな。嫌がんな。さっさとワクワクすっぞ。ほらっほら、もう死ねえか。あん
の村なんか店があるみてえだな。いろいろあるよ。毎度。こんにちは。こんにちは。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どう？え？おう？ああ、あの、ありがとう。いいえ。よし、頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。どう？お？よし。よし。こいつは。北の岩場で化石掘りしてとか言ってたな。え？あ、ははは、うん、え？はあ、なあ、
わかった。え？ありがとう。よし。地図見た方がいいんかな。用事はねえはずだ。用はねえな。さて、いいですよ。ナムんとこに持ってかねえとな。ありがとうございます。あいつも喜んでたみてえだし、よかったな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
どうです？なんと。ありがとう。あ、じゃあな。では。いつかナムの村に行ってみっか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一丁やっか。どうだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いっちゃやってみっか。
どう？ありがとう。サンキュー。ありがとう。はっちゃんは全然変わんねえな。昔と同じですんげえいいやつだ。はっ、よっ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 。チキーぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ、ここに向かってくる。二つ、戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。勝負ってな、ただ強くていいってもんじゃねえさ。貴様らが死ぬの時間の問題だ。少しずつ攻撃を強くしていってやる。その程度の力なら仲間にするのはやめろ。ただの足手まといになれそうなんでな。もうお遊びはこれまでだ。
二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。分かった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔弾光散歩。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。あれがつもりはねえぞ。死ね。Yeah.
戦闘力1330、全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっとつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そらそら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。腐ったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、はるか宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい
たの。なるほど、そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ、しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな、結構嫌なもんだな。まあな、でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様じゃったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな、あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうかエンマ大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あん、なるほど、天国へ行けるもの。わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くと。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、
オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか？暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしはエンマ大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、このわしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。オラ急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな、当然地獄行きだ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。正解、当然だな。わしの方がずっと偉いんだなあ、地球の神よ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその申し訳ございません。まあいいわい、次の問題に行くぞ。残念だが不正。今五問目だぞ。何？ひーふーみあら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという、それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。
お前やっぱりわしを尊敬しとらんの？そんなことねえよ。ねえです。まあええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくるわ。